じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、ウェルカムバックですよ、ビシエドが、yeah. あのね、ちょっと家庭の事情があって、一時帰国していたんですけれども、先日もう帰ってきました。はい、お帰り、お帰りということで、はいはい、ただなんで場所が、なんでお帰りの場所がない。あ、そうだな、あのビシエドと、まあ、昨年のね、はい、使われ方とかも見たりだとか、まあ、成績も見たりとかしたら、まあ、使いづらくはなってるよな、はい、まあ、だから、うん、まあ、中田を取り、そうなんです、ね、ビシエドがダメだから中田取ったわけだ、はい、で中田取り、中地がいって、そうです、で宇佐美もファーストって使われるようなことになってくると、うん、まあ、一時期そのレフトっていう話もあったけどさ、なかなかな、厳しいですよね。厳しいよな、はい、守備の破綻というのはやっぱり一番避けなきゃいけないからね、はい、まあ、ファーストやっとけばそんな破綻はないんだろうけども、うん、まあ、それ以上に上手い中田がいるというな。これはどうなんですか、中田選手との併用になるかっていうと、そういうわけでもないんですかね。まあ、それだけの成績を残せればね、残してれば昨年可能性はあったけども、打点も少ないしな、そうです、だからまあチャンスがあれば、はい、環境を変えればって言ったところはあるよね。なるほど、だから中日ではなくてもう違う球団に行かなければファーストとしてビシエドは行けない。いや、うん、だから、まあ、ビシエドを、うん、まあ、例えばその中日の方がちょっと使いづらいなって言うんであれば、やっぱね、木下の代わり、うんうんうん、はい、で宇佐美が例えばファーストだとか代打に回った時にさ、やっぱキャッチャーもう一人欲しいよな、まあ、石橋選手とかいますけれども、はい、まだちょっと物足りないっていう。そうだな、だからまあ実績のある選手、はい、キャッチャーで、うん、まあ、出しにくいとは思うけども、うん、まあ、日本ハムなんかタミヤとか、はい、新藤とか、はい、ルーキーでね、うん、あとまあ伏見もいるよね、はい、そうなってくると清水とかが使われないんだったら、うん、これトレードで、うん、木下の次に清水がいるって言ったらやっぱ結構充実感あると思うんだよ、はい、だからそういうトレードっていうのは考えられるなっていう。おー、だからそのただね、はい、日本ハムの方もレースがどうなるかっていうのがまだ見えてこないでね、うんうん、まあ、スティーブンソンは予兆はあるにしても、うん、でマルティネスがいるでしょ、はい、でもう一人やっぱ外国人が欲しいと思うんだよ、はい、だからビシエドとかいてくれたらすごく助かると思う、うん、しかもあのビシエド選手が日本人枠になるので、そうそうそう、より使いやすい、安い安い安い、まあ、ただビシエド選手現在35歳で、はい、まあ、あと3億6千万円っていうかなり高額、まあ、半分半分で半分でこれ2対1になる可能性も、いや可能性はあるよね、あると。まあ例えば俺はキャッチャー欲しいと思うんだよ、中日は、うん、だから、まあ、清水と今川とか、うん、おお、それは今川選手っていうのはそれも外野ですけど、うん、中日はだチャンスはある。これ、まあ、中日今外野って、まあ、岡林選手戻ってくるとレギュラーって大体決まってくると思うんですけど、外野でどういうことを求められる。やっぱ守備だな、守備か。今があんま守備は得意な方じゃないからまあ可能性は低いんだけども、うん、例えば、うん、西武が、うん、コルデロがいいとしても、はい、アギラが悪いとすれば、はい、もう一人外国人が欲しいと、はい、なったとしたら、うん、チャンスはあるよね。ビシエド取ってもう外野の本当に守備のいいのって言ったら金子はやっぱり守備はうまいよ。まあ、今スタメンで出てますね。だからバッティングはあまり期待はできないかもわからないけど、うん、やっぱ守備に関してだったら本当うまいと思う。今中日の守備っていうとどうしてもその肩、うん、岡林選手はね肩ありますけど、うん、やっぱ肩っていうところ、まあ、中日な、はい、うん、だからただまああれだけの広い球場を使ってるから、うん、まあ、補給ということも大事でしょう、はい、やっぱ金子の足と守備力っていうのは全然使えるからね、うん、だからまあチャンスもあるし、はい、まあ、楽天で言えば外国人落としちゃったじゃん、はい、もう早々にね、はい、そうなってくるとチャンスはあるよね。ビシエドチャンス、DH、ファーストでもう頼む、給料半分払うから田中和樹と変えてくれって言ったら、あスイッチだし、あもう守備うまいよ、はい、でバッティングも使えるしさ、うん、まあ、そうなってくると結構固まるよね。まあそうですよね、中日サイドとか中日が優勝してる時っていうのは外野の守備力っていうのも本当高いから、うん、はい、ね、昔から、うん、
落合監督の時だから、うん、やっぱ外野の守備っていうのはうまかったから、まあ、和田、ね、選手もいたりとかベンチはそうでもなかったけどでも堅実な守備だったまあそうですよね。秀典がいたり、秀典いた、ねはい、とかいたんだよ、福留がいたりだとか、あ、そうだ、まあ、いろいろいたんだけどもさ、やっぱその守備を最初から固めるんじゃなくて、うん、勝ってる時に固めていったら、うん、まあ、相当な、まあ、例えば金子とか、うん、田中和樹とか、はい、これはもう機能すると思う。そうですよね。ただ俺がやっぱ足りないなと思うのはキャッチャーなんですよね。だからキャッチャーと外野手の2対1っていうのもいいってことですよね。もちろんドイツチームから西武と日本ハムから1人ずつもらってビシエドを好きに使ってくれっていうのはできないでしょそうできないので、キャッチャーと外野手をもらえるとこじゃないとダメってことですよね。というなると日本ハムかな。ああ、そうか、浅間選手とかいいかもからな、うんうん、今はもう出番ないのかなって。浅間と清水、そうでビシエドっていうのは、いや可能性はある。そうですよね、外野手はもう溢れてきちゃってるから。日本ハムいい選手いるんで、ね、いや、いるよ、まあ、肩は強い、足は速い、うん、そ、磯端が真ん中に入ってさ、はい、スティーブンソン真ん中だったら、うん、なかなか抜けないよ。ですよね。で3人とも肩強いから、はい、そうなってくるともう盤石だから、あそこは、うん、それを考えると可能性は俺はあると思うんだよね。だレイスの状態次第では十分ビシエド選手とのトレードもあるのかな。まあそうだね、うん、まあ、言ったように日本人扱いになってくるとさ、より使いやすくなるというね、はい、だからお得感があるよな。あります、あります、うん、どっちにも。で他の球団、西武とか、うん、オリックスだとか見ても、はい、うん、今のところ現状、まあ、そんなに補強なんていうのはいらない、うん、まあ、このままで戦っていける、うん、やっぱこう広島も4番がいないっていうことになると欲しいかなと思うけど、うん、中日には持ちかけても4番候補は絶対出さないと思うんだよ、うん、同リーグで。あー、だから広島はない、うん、で阪神もない、ない、うん、ね、今のところこの現状で戦うしかないし、うん、大山っていうファーストがいるし、はい、で DeNA もいらない、で巨人もいらない、巨人もいらない、はい、まあ、そうなってくるとなんか、まあ、ファーストで余っててなおかつキャッチャーが足りなくて、うん、そうなってくると俺は日本ハムの確率が高いなって。そこら辺の実績もあるし、あ、そうですね、もちろん去年してますからね。それと両軍うまくいってるから。そうですね、だって軍事もいいし、はい、で宇佐美が来てみたいな、はい、ね、うん、で山本も投げてるし、うんうんうん、まあ、そうなってくると意外と現実味があるんじゃないかなっていうような気がするんだよね。そうか、じゃあ立浪監督がビシエドを手放す可能性も十分あるし、ビシエドもやっぱり絶対活躍したいというか。まあまあもちろんそうだよね。せっかくね長くいて、うん、日本人の権利を取るわけだから、はい、扱いのね、だからそういう意味では1日でも長く日本でプレーをしたい、うん、まあ、そしたらどこでも行くよっていう、うん、多分そういう気持ちではいると思うんだよね、うん、そしたら中日に足りないもう一人やっぱこう使えるようなキャッチャー、はい、まあ、そうなってくると日本ハムが一番、うん、で外野手ももう一人つけてよみたいになったら、うん、あ、外野手だったらいいですよって。内野手はね今競争の段階だから、はい、なかなか出せるっていうことはないけども、中日の方は村松とかね、はい、そういうのも伸びてきてるから、うん、内野手はいらないと思うんだよ、うん、田中も出てきてるし、はい、だから外野手の守備固めができたりだとか、うん、またバッティングがいい選手だとか、うん、やっぱこう欲しいよね、はい、一時期外野手ばっかりだったんだけどな、中日も。そうなんですよね、今足りなくなっちゃったっていう。いや足りないっていうかやっぱ打てるか打てないか、守れるか守れないか、うん、特徴持ってないんだよ。そっか、特に守りっていう意味で、まあ、今は、うん、やっぱ球場が広いだけに、はい、で今年はボールがね意外と飛ばないだけに、うん、やっぱ守備範囲っていうのはすごく重要なポイントになってくると思うんだよ、はい、そういった意味ではキャッチャーと外野手が同時にビシエドと商売ができるっていうかさ、はい、うん、まあ、言葉は良くないかもわからないけども、うんうんうん、トレードができるっていうことを考えると、うん、日本ハムっていうのが浮上してくるなっていうふうに思うんだよね。確かに、だから日本ハムは本当に外野手、いい外野手が溢れてますし、キャッチャーもいいキャッチャーが溢れてるので、そういう意味では中日との非常にこの思惑と合致しますよね。合致すると思う。そうか、そうか。いや、そしたらもう中日は本当に木下をね、うん、休ませてもいいような状態になるし、うん、まあ例えばさ、うん、田中和樹が取れました、ダイソーで使ってもいいし代打で使ってもいいし守備型でも使ってもいいし、うん、あ、そっか、だからまあどう取るかね、それと3億6000万をどう考えるかね、うん、
そうですね、まあ、西武も分かんないよ、うん、アギラが悪ければ、はい、やっぱもう一人外国人欲しいなってなると、はい、ビシエドなんかあのベルーナだったらホームランとかな行きますよ、行きそうだしな、行きそうな気するんですよね。そうだよ、流しても行くからさ、うん、いやそしたら取っとく価値ありますね。価値はあると思う。で、守備のいい例えば金子選手だったりと、うん、ね、交換というか。そうだな、うん、だからそういうふうにやると面白いと思うよ、中日は。そうですよね、まあ、ビシエドもその分生きるしね。そうです、もちろんそうです。なあのビシエド選手がどうすれば球界でこう活躍さらにまたできるのか生き残っていけるのかっていうところを考えた時のトレードっていうことになってきますからね。それは大きなお世話だけど。いやいや、そうじゃなくて、チームがよりうまくいって、うん、有益なトレードはどういうことかっていうことだよね。そうですよね、うん、ビシエドとかじゃなく中日がじゃあ勝つためには、うんうん、まだ足りない部分ではあるでしょっていうことだよね、うんうん、例えばだから2番手にならなきゃいけないんだよ、木下の。そうですね、うん、キャッチャーはね。そう、うん、だから俺は一般の清水なんかいいんじゃないかなって思うね。打てるしね。そうです、ね、うん、これって例えばずっとビシエド選手が自分本当は1軍に行きたい、でもファームでしかないってなった場合、球団側にちょっとどっかでワンチャン出させてもらえないだろうかみたいな話ってできるんですかね。活躍したいんだけど僕って言って、まあ、それは、いや、それはビシエドが欲しいっていう球団があれば、うん、積極的に動くと思うよ。あ、そっかそっか。でも動いてみる価値は俺は絶対あると思うけどね、うん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 、これじゃあもしかするとね、まあ、どの時期になるのかわからないですけど、今シーズン中ある可能性ももちろんある話。いやー、多分俺は現実味があるんじゃないかなっていうのは気がして、うんうん、だってアホみたいに喋らないじゃん適当にね、適当にやっぱこう考えて、中日はやっぱキャッチャーがもう一人欲しいのと、できれば外野手をつけてくれたらありがたいっていう。そうですね、この年俸なので、ね、そうですね、うん、でね、日本人扱いになる、うん、で長打を打てて、うん、保険でもいいよ最初、うん、取っとけば必ずっていうような実績のある外国人、うん、はい、おっしゃるビシエドってなるよね。なりますね、日本で十分実績ありますから。そうだね、はい、いやだから面白いかなっていうふうに思うんで。そうですね、もし本当にこのトレードが成立した場合には、豊さん本当速報でもう、もちろんですよ。ですよね、来ましたねっていう。もう一回この動画を上げ直すかもわからないけどそうですよね、ほら言ったでしょみたいな形で、ね、そうだ、ほらほらみたいなね。いやでも十分にね、ちょっとあり得るのかなっていうふうに話聞いてて思ってきたのでね。ね、いやいや、ほんとほんと、いやだけど中日はそうやったら方がなんかこううまくいきそうな気もするし、うん、まあ、ビシエドもその分生きるし、はい、そのビシエドを取ったチームっていうのが、うん、やっぱりより生きるような、うん、俺は気がするけどね。わかりました、はい。